本日よろししくお願いますもちろん映画撮影してるとこだと一応密着させてもらってるんですけどもんていうかプライベートの様子も密着したいなということですみませんなが休プライベートというかまあんかドライブなさってることが多いということでまあまあまあドライブも兼ねてまあちょっと好きなカフェに行くとかですねちょっとその運転してる様子でちょっといろいろ役者論だったり芝居論だったり逆にオンとオフの切り替えとか。 じゃ、その、聞いてください。す,すみません、せん全然,全然女性ファンが怒っちゃいますね。あ,あ,あどうですか、ね?ですかね。すみませじゃあ、すみません。いきますね。よく運転なさるんですね。えっ、ー、と、まあ、あのー、休日はドライブをなさっているということなんですけども。あのー、オンとオフの切り替えって、どうなさってるんですか?。 まあ、あんまりオンとかオフはあんまり考えてないですね。常にオンであり、常にオフであるっていう感じですね。境目がないっていう。ええー、でもどっかでリラックスはしたいじゃないですか。なんか常に緊張もしてるし、うんうん、常にリラックスもしてるって感じですね。うん,うん。あ、全然走らし立っても大丈夫なんで、はい。何かこう、映画のセリフだったり、こう覚えるときって あのー、どこで覚えることが多いんですか。やっぱり。役者さんだから、休みの日覚えるのかなと思うんですけども、数少ない休みをこうセリフ覚えに。当たるのはちょっともったいないのかなっていう気もしますが。うん、寝る前が多いですかね。はい。そうなんですか。はい、ええー、じゃ、やっぱり、あの、オフの日はもう、オフ。 そうですオ、ね、フの日でも寝る前はちゃんとあの<あ>台本を読みますじゃあ四五さん寝る前以外はもうとにかくセりフを覚えるかは離れるって感じですかねうーんそうですねうん、はい、寝る前がなんか入りやすいんですよ、ね、じゃあある意味オンとオフの切り分けはしっかりしてるんだああ無意識ですねそこはうーん、はい、そうですかああの全然車<あ>走らしちゃっても大丈夫ですいません、はい。はい こう車にこうお友達を乗せてどっか遠出したりとかはあるんですかないです走ってたもん車走ってたも大丈夫なんで <laughs> はいはいはいいけい高速入りました車の運転は好きなんですか そこおりますまあ好きな方じゃないですか、ね、安全運転すぎる密着向いてないこいつ結構好きな方かもしれないですね毎回毎回ロカッ止められたら敵わんでんなんかそこで気持ちの切り替えができるっていうのはあります意味ないから。これただの止めた車の中でインタビューしてるだけやんけ めっちゃ見てくる。まあ、だから、こうやって、片道四時間のカフェに行くのも、本当に、まあ、趣味の一つかもしれない。どこまで行くで。あぶねえ。俺四時間、往復八時間、丸一に潰れるとかで、あぶねえ。あ、じゃ、ここで、降ります。あ、そうですか。はい、す分かりました。あ、ぶねえ。安全運転、とても素敵でした。ありがとうございます。じゃあ、あの、走り出すとこ、正していただくんで、僕、あここでもタクシーで。 あの事務所の帰りますんでわかりましたえちゃんとタイヤ空気圧あるかどうか確認してる教習所で習った通りやなえー、ちゃんと安全確認した上で OKOK シートベルトして 安全運転すぎるー僕の俳優チャンネル <laughs> 登録よろしくお願いします。まあ、セリフ覚えだったりだとか、まあ、作品に向き合う僕を、まあ、まあ、撮影して、それをみんなに見てもらうっていうスタイルです。よかった。らあの、密着が話してもらってるんですけど、あの、俳優チャンネルって言って何なんですかあ、俳優チャンネルっていうのは、 まあ僕のこの俳優に向き合う姿勢なんかを、はい、語るチャンネルです。そういって俳優チャンネルっていう名前はふさわしいんですかねうーん、どうでしょう。途中でまた変えるかもしれません。えー、俳優チャンネル、うん、よかったらまた登録よろしくお願いします。ぜひ読んでください。ネタサロン ネタサロン。うん、集まれ集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー